メヒカリは、メキシコのバハカリフォルニア州の都市である。メヒカリは、米国とメキシコの国境沿いにあり、カリフォルニア州インペリアル軍、カレクシコと接している。メヒカリは、バハカリフォルニア州の州都であり、ティフアナに次いで、同州で2番目に大きな都市である。市の名前は、メヒコとカリフォルニアという2つの単語の一部を組み合わせたものである。 国境のアメリカ合衆国側には、同じ二つの単語の合成によるカレクシコという町がある。この地はもともと砂漠であり、20世紀以前は定住者はいないも同然だった。1775年に、フアンバウティスタデアンサがこの地に滞在したことがあるが、その後100年以上にわたって土地の所有者はなかった。二十世紀の初め、アメリカ合衆国の考え会社である。 コロラドリバーランドカンパニーが、コロラド側から西に、インペリアル運河という川を引いて、一帯を農業用地に変え、インペリアルバレーと命名した。メヒカリは、運河がメキシコからアメリカ合衆国の、インペリアルバレーに注ぐ場所に相当し、1903年3月14日に、正式に設立された。カレクシコからメヒカリを通って、アリゾナ州ユマに達する鉄道も付設された。 1915年には当時のバハカリフォルニア北部直轄領の首都に指定された。1936年、メキシコ政府はコロラドリバーランドカンパニーにその資産の売却を命じた。農業用地はエヒドに変えられた。コロラドリバーランドカンパニーは農業用地を中国人、日本人、インド人といった外国人に貸し与えた。 このことが原因で1937年にメキシコ人との衝突が発生した。今もメヒカリには中国人の大きなコミュニティがある。1953年にバハカリフォルニアが直轄領からメキシコの29番目の州に昇格するとメヒカリがその州都になった。メヒカリの気候は高温砂漠気候である。農業ではコットン産業をはじめとする。 灌漑農業近年では、ネギ、アスパラガス、主要穀物など、メキシコの安い労働効果もあり、日本の会社からは三菱。ネスル、ジュメックス、ビンボ、ケロックス、サブリタスなどの工場がある。メヒカリ自身は砂漠の中の都市だが、メヒカリのムニシピオの中には、カリフォルニア湾に面したサンフェリッペのような観光地があり、アメリカ合衆国からの観光客が訪れる。 ヘネラル・ロドルフォ・サンチェスタ・ボアダ国際空港により各都市と接続されているグアダルーペ大聖堂。ありがとうございます。